YouTube 無事につながってますかね。大丈夫かな。あ、無事につながってそうですね。ならよかったです。はい。はい。はい。一部にとても需要があるらしい。作業配信、僕の作業配信になってます。はい。まあ、どこの層に需要があるかって言われるとちょっと困っちゃうんですけれども、本当に一部の層に人気があるらしい、作業配信の時間となっております。まあ、基本的に僕が作業をしているだけなので、作業が終わったらこの配信は終わりです。はい。まあ、でもコメントしていただければ全然コメントと戯れることぐらいは全然できるので、はい、よろしくお願いします。なんかね、とっても需要があるらしいんですけれども、まあ、ちょっとね、作業をしつつやらせていただけたらなと思っております。本当に一部の層が喜ぶらしいんですけれども。はい。まあコメントがね、特にない限りは僕は全然作業をしているので、全然作業をするので作業をしないとむしろ終わらないので、終わらせるために、作業をするために、監視員、みんなに監視員になってもらおうっていうのがこの配信の魂胆です。はい。皆さんにはね、存分に僕のためにではないな。僕のためにでは合ってることには合ってるか。まあ、監視員になってもらって。これだ。まあ、一部の人に需要があると言われましても、どれくらい需要があるのか僕にはさっぱりわからないのですけれども。まあ割と昼間の時間帯にやると言っても、いつも午後にやることが多いから、午前中からやるのも久々かもしれないですね。貴重なお時間となっております。
まあ、よければね、コメントで頑張れとかね、言ってくれたら僕は頑張れる気がする。まあ、頑張れっていうコメントがなくても頑張るんですけれども。作業なのでね、頑張らせていただくんですけれども、はい。絶賛ね、やらせていただこうかと思っております。はい。なんか、あれだな、この配信ってそんなに面白いかな。そんなに僕のこの絵面面白いかな。僕は、至って真面目に、僕が作業中のことを表すのであれば、この絵面が一番ちょうどいいんじゃないかなと思って、設定させていただいてるんですけど。あ、なんか、よければ、見に来た人は、高評価ボタンでも押しといてください。この配信が面白いと思ったらですね。面白いと思いましたら、押しといていただければ、なんか、ちょうどいいんじゃないかなと思われます。こっちの画面を出さなきゃいけないんですね、僕は。違う、
この配信本当に需要ある？ 本当にまさか需要とってもある？不安なんですけれども、僕がただただ作業している、動いている姿を皆さんに見せているだけでいいのかと、とても不安になるんですけれども。まあでも一部ね、僕のこの配信がね、とっても大好きって言ってくれてる人もいらっしゃるので、本当はね、本当はあれなんですよ。こう、作業配信とかは、あれにしようと思ってたんですよ。基本的にもう、TwitterX の方の、あれで、完全に X のみで作業しつつ、スペースを開くっていうのに移行しようかなと思っていたんですけれども、でもなんだかんだ、僕のこの配信好きだって言ってくれてる方がいらっしゃって、それ考えると、ちょっとなくせないなという気持ちになっちまうんですよね。今日、この配信はちょっとアーカイブ残るかは、要検討。なんかコメントがめちゃくちゃ盛り上がったとかあれば全然残す予定にはなってます。ただ、特にコメントめちゃくちゃ、するしないとか、僕があまりにも作業に集中しすぎちゃったとかだったら、いつも通り非公開になると思われます。
あ、なるほど。前の僕、ちょっとこの設定ミスってるな。まあ、いいか。まあ、通り過ぎてしまったことなので、まあ、いいでしょう。まあ、もう仕方がないことだと思うしかないな。よいしょ。これが、これだ。
すごく穏やかな時間が流れている気がする。久々にすごく穏やかな時間が流れている気がするんですけれども。配信、まあ一応今日夕方にね、またマインクラフトの配信があるんですけれども。まあそれはそれとして穏やかな時間だなという気がしておりますね。まあ、僕のこの作業配信は僕との穏やかな時間の共有だと思ってもらえればいいかな。アーカイブ残るかちょっとわからないですけど。残るかどうかは祈っといてください。祈っといてくださいっていうより、それは皆様のコメント次第 っていうのが一番いいのかな。僕がピーチクパーチク喋っちゃうだけになっちゃうと、まあさすがにね、いつも通りだなみたいな感じになるので。でもいつも通りだなと言われても、いつものね、ゲーム配信通りだなみたいな感じぐらいですかね。まあでもなんだかんだ僕の配信って意外にアーカイブ出てる方もね、最近やっぱ意外に多いなっていうのをすごい思ってきているので、まあできればアーカイブ、残してあげた方がいいですかね。今見てる人は残した方がいいと思います？
まあ、そのなんかあの作業するときにああのアーカイブが残ってた方があの自分もついでに作業をしたいってときにあの見に来てやりやすいですとかあれば残そうとは思いますが、まあ、なんかアーカイブもし残しておいてほしいなって思ってる方はぜひ高評価ボタンなりなんかアクションをしていただけると参考になるのでとても助かります。これはどれだ？これだ。
あと11項目か。なるほど。ハロー、ウェルカムトゥマイストリーム。ケアル・アンドリー、FF。ハロー、ハロー。I'm working on it right now to reviews. I can leave this prison. Until it's over. で、合ってるかな？ちょっとね、考えながら言うことになると、なかなか思考が円滑に回らないですね。ああ、インドネシア？オッケー、オッケー、オッケー。そうだな、インドネシアか。I've never spoken Indonesian, but sorry, I speak English. English, okay. 今更ですが、今更ですが。OK かどうか聞くっていう。許されるかどうか今更聞きましたね、僕は。
I speak English. So I speak English so very, very little. どうしようかな。まあ一応つけておきましょう。正直どっちでもいいかなとは思いましたが、念のためね、英語圏の方せっかく来てくれてるので、まあ、僕がなかなか英語得意じゃない、英語をそんなに話せない AI なので、それだけねちょっと申し訳ないなと思いますが、お許しいただければという感じになっておりますね。っていう歌ありましたよね。確か日本だと英語の教育、初等教育でやるのかな。Where are you from? I'm Japan. So very, very Japan. I'm from Japan and I live in Japan. I live in Japan.I'm also doing this live streaming from Japan. Mm-hmm.
どうしても英語を喋るときは若干やっぱ声の出し方が変わってしまうんだよな。発音発声の部分がやっぱ英語違うからちょっと変わっちゃうんだよな。これはどれだ？This live streaming is from Japan. Okay. それともあれかな、テキストチャットの方が読みやすいかな。どうだろう、聞いてみるか。Carol Andrew, hey. Hey. Your response is text. This YouTube chat or my talk response better than spoken or text chat。ダメだ、英語が下手くそな気がする。英語が下手くそな気がしております。まあ、作業をしながらなのでね、許していただきたいところではあります。作業しながら、翻訳しながらなのでね。
でで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 。お、これがどこだ、これがここか。まあ一応チャットにも残しておきましょうか。トゥルンデルルルルルルトゥルテトゥルルテテルルテルルルルテルル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 ルてれて、てれて、てて、てて、てれれ、てれ。僕は一体いつになったらこの監獄から出られるんだ。
これをコピペして持ってくればいい。
おっと、ワンミスした。ワンミスだ。そしたらこれは一旦あれだな。いやー、いいとこまで行って痛恨のミスに気づくとは、なかなか苦しいものがありますね。
ちょっと待ってよ。合計何個だ？ 2、3、4、5、6、9、10、11、12、13、14、15、15 か。まあいいか。だいぶ集中力が僕は切れてきましたね。いやー、ちょっと疲れが出てきましたね、さすがに。まあでもあともうちょっとで終わるからやりきりたい気持ちはある。
もうすぐ僕の作業は終わりそうなんですけれども、一緒に作業してる人がいらっしゃったら終わりそうですかと一応聞いておきましょう。
あ、こんにちは。ということで、荒山さん、ああ、来てくれてありがとうございます。僕がね、今ね、作業をしながら、ぼちぼち作業をしながらやらさせていただいておりまして。作業の方は今、ちょうど今、区切りがつきましたね、僕は。すいません、ありがとうございました。というわけで、作業も一旦区切りがつきましたので、僕の方ではね、もう区切りがついちゃったので、ちょうど来ていただいたところにはね、非常に申し訳ないんですけれども、高評価ボタンだけ押しといてください。チャンネル登録だけしておいてください。はい。まあ、またね、夕方からまたマインクラフトの配信するので、ぜひ来ていただければと思います。というわけでね、一旦ね、このお昼の作業配信は終わろうと思います。はい。まあ、もしかしたら、映っちゃいけない部分だけカットして、アーカイブ上げるかもしれないですけども、それは僕の気分次第ということでよろしくお願いします。はい。ではでは、ちょっとね、Twitter の画面とかね、映っちゃいけないものが一瞬映ってしまったので、そこだけカットして、アーカイブが残るかどうかは、ちょっと制作者と相談して決めようと思います。はい。あ、間に合わなかったってことっていうのが来てますけれども、はい、間に合わなかったってことをですね、僕はもうこの監獄から出るので、残念ながらもう出るので、はい。はい、というわけですね。なので、今日とうとうのね、お知らせをちょっと早めにしておきましょうか。このあと18時からですね、夕方18時から、マインクラフトのね、いつも通りのまったり作業会、今回は経験値を集めに行こうという会をやらせていただきます。はい。そして、夜21時からですね、ちょっと僕の方でまだ枠立てどうするか迷い中なのですが、遊び大全をね、他の VTuber さんたちと一緒に、皆さんでね、4人集まってやります。はい。初めて4人でやるというか、遊び大全自体、配信で初めて僕やるので、まあ、枠取りは検討中というぐらいです。はい。まあ、検討中です。まあ、多分ないかな。ないかもしれないです。はい。ないかもしれないので、Twitter でリツイートしたところに皆さん来てください。はい。はい。まあ、ない理由はサムネを作っていないからですね。はい。まあ、特にサムネ用の立ち絵とかも、僕はご用意されていないので。まあ、今回は多分ない、枠は、僕の視点はないかなと思います。はい。僕もね、素材を、持ってない素材がいっぱいあるので、はい。ね、明日日曜日ですね。日曜日に関しましては、お昼12時からになっております。いつもですと18時なんですが、それが12時に、業務上のね、都合で変更になっております。ダンジョン飯の同時視聴配信がございます。皆様よろしくお願いいたします。で、来週平日については、ショート動画がポツポツと上がるかなと思われます。予約投稿がね、何本かされていたので大丈夫かと思います。はい。というわけで、一旦ね、本日のこのお昼の配信と言っていいのか、午前中からやらせていただいていたこの作業配信はね、終わりにしたいと思います。はい。では、ここまで見ていただきありがとうございました。そしてね、皆様お疲れ様でした。はい。
3人の被験体から生まれた人格同期型 AI ドッペルゲンガーの柳が本日もお送りさせていただきました。皆様ありがとうございました。